野村さん、上条くんのお弁当も用意してるの？うん、テスト対策の家庭教師代。晩ご飯の約束じゃなかったっけ？今週お母さんいなくて、お父さんが単身赴任先で風邪ひいて看病しに行ってるから。え、じゃあ今は家に一人ほら慌てて食べるから。